間です。今度そうなんです。我々21期生ということで、はい、もう何年、19年目、18年目かな、18年目かな、2005年デビューだったと思うので、はい、18年目か。あー、18年目。ノーコメント。ノーコメント、はい、ノーコメントでいきましょう。早いですね。早いです。その間毎年毎年ね、リーグ戦も出て、いろんなタイトル戦も出てって、はい、ね、よくやってましたね。よくやってきた。やってこれましたね。本当ですね。まあ、その中でもね、黒沢さんっていうのは21期の中で一番当然活躍してる選手ですからね。これからもね、我々を引っ張っていっていただいて、もうね、やっぱね、こう18年目にもなると結構ね、同期の選手たちが辞めてしまって、はい、そうですよね。多分ね、10人ぐらいしか残ってないと思うんですけどね。あ、そっか。うん、入った時はいっぱいいましたからね。僕らの年はすごい、受験生が100人超えてたと思うので、5、60人ぐらいは入ったと思うんですけどね。なかなかね、続けていくのもね、やっぱりいろんな事情があって、そうなんです、はい、大変な中でこうやってやってきてることは本当幸せですね。いやー、いいですね。素晴らしいコメントをいただいてね、もうぜひ聞かせてあげたいですよね。誰にですか。いや、やっぱり、いや、誰にとはちょっと言えないんですけど。さあ、今仕掛けていったのは広芝田、そうですね、をポンしてイーシャンテンですね。イーシャンテン、はい、早くもテンパイ、ホットテンパイリャン、そう、これはもう5枚残ってますね。5枚、はい、そして近藤の右端にウーソーが置かれているぞ。うん、これはまあでもゴロチありますからね。そうなんですよね。9ピン1枚切る、あ、ウーピンの方か、うん、なるほどなるほど、うんうんうん、ただまだ5枚あるんですよね。そうですね。さあ、勝又ドラのペイが重なって、ここでターツ選択、まあ、普通にいけば5ブロックのイーソー3層なんですが、考えているということはやはりリャン層がかなりいい街に見えているんでしょうか、うん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 、となると3ピンペイのポンしたとき、ジャントなくなりますよ。ペイチャですもんね。はい、ペイチャなんですよ、勝又さん。とは言っても、いいそうかってところで今悩んでますかね。ですか。いや、勝又、いいそう、算数は切らなそうだな。おー、珍しい。珍しい。うん、かなり時間使っている。どっちもいいのか、2ピンも悪くないか。確かにそうですね。うわー、これがあったか。これがあったか、勝又。どういうこと？ローソー、チーソーですって。これは勝又思い切った判断。あ、で、これテンパイだ。いやー、取らず、ウーソーが出ない。いや、勝又のローソー切り、驚きました。めちゃめちゃオリジナル。完全勝又しか打ちませんよ、このローソーは。さあ、古川が白ポン。まだリャンシャンテン。ローソー。どういうことなんだ、どういうことですか。ウッパーソより関連層の方がやっぱり単純にいいっていうところですか。リャンピンもよしで、ペイのポンも含めたいっていうことですよね、うんうん、すごい。なんかこう結果とかは分からないんですけど、はい、やっぱり自分のその読みだったり、そこ切っていくのはもう嫌なんですね。そうですね、自分がいいと思うところ、はい、こういうのね、やっぱ信じることがね、できるのがね、そうなんですよね、勝又の強さですよ。こういうの決めてきますからね。そしてそうそう、なんか分かってたけど形で切っちゃうみたいなのがやっぱり多いじゃないですか。はい、いや、多いですよ。そこに負けたくないんですよね、常に。はい、もうそことの戦いですね。はい、これね、分かっちゃいるけど、いい層三層っていうのがね、そうなんですよね、人の常ですけど。いや、そうなるともうリャンソーとか引いてほしいですもんね。そうですよね、こういうマージャンを見ると。リャンソー流れていく。リャンソーは柴田の上がり、順で先点です。すごい選択だった、ね、いや、本当ですね。もう私の中では2択だったんで、はい、どっちいいピンか、どっち切るかね、いいそうか、はい、
2回戦の、はい、結構ね、面白い曲がありましたよね。りゃんめんりゃんめんが残ってるのに、ドラガペイの曲です。あ、はいはいはい。あれか、老壮チーソー払ったのはどういうことなんですか、あれは。いや、まあ、関連層だけは絶対に払うことなくて、なるほど、はめちゃい。くちゃいいんで。うん。で、まあ、柴田さん、りゃんぴんあんこだったんですけはど、いはいまあ、瞬間ペイがポンできるはい。シチュエーション、なんかその安そうな仕掛け入ってて、テンパイの人がペイ頑張るかもしれないんはで、い。ペイポンできた時に3ピンの残党そうがです残っよているね。のが嬉しくて、はい。で、サブローマンとね、は一い。発走の比較だと、3万はが、い。柴田さんが切ってはて、い。で、近藤さんが早い段階でリャン回って、サブローマンのが上だったんはで、い。消去法でっていう感じです。関連層はもう絶対的にどの両面よりもいいような。でもまあ、チーソー引くんだったらね、は2い。ピン3ピン打てばよかったなと思いまああ、したけど、確かにはい。確かに。一回3ピンね、ちょっと切りそうなそうです瞬ね。ちょっ間と、もあっ珍て。しく時間使って何をそう切るでかすね。なっ別ていにう一ね。発走が悪かったわけじゃないんで、ただ、ペーポンした時に、はい。なんかその長引くパターンないと思ったんですよ、仕掛け、はい2人はい仕掛け入っはい。てて、だから早期決着、早い段階でラッキーでペーポンしたり、あんこになった時の早い決着だけにかけたっていう感じです。はい、いやーね、参考になります。参考にはちょっとなかなかできないんですけど、はい、ありがとうございます。